はい、皆さんこんにちは、なっちでございます。ですね、昨日ですね、ちょっと YouTube の方でトラブルというか、まあ、処理が遅くなるというちょっと現象があって動画遅れたとともにアイコンを変えました。 YouTube のアイコンとヘッダーですね、後ろの背景というか、まあ、あのリンクとか出るところですね、スマホでも、パソコンでも見ることができるやつなんですけど、あれとアイコンを同時に変えましたということです。今もうね、パソコンで見ても反映されてます。昨日の夜まではスマホでしかまだ見れなかったんですけど、もうパソコンでも反映されてます。結構ね、 Google ね、このアイコン反映されるのが時間かかるんでね、半日近くかかったのかな、なんだかんだ。ということでですね、アイコンを変えた理由ですね。まずアイコンの評価は置いといて、とりあえず変えた理由ですね。まず一つ目が、前回のアイコンは、クリーパーのパーカーをかぶった、まあ、キャラクターをね、友達というか知り合いに書いてもらって、何年だろう、もうこのアカウントができた時が使ってる気がするんで、3年ぐらいですかね、2、3年使ってきたアイコンだったんですけど、まあ、やっぱクリーパーが映っとると。で、お前マイクラ全然やってないじゃんっていうね。だからまとめると、クリーパー、まあゲームのキャラクターが出てしまっているのと、ちょっと救急車がうるさいですね。はい、まとめますと、まず一つ目がですね、クリーパーが映っちゃってるのと、マイクラ全然やってないのにマイクラアイコンっていうのが主な理由ですね。で、一つ目ですね、まず著作権がやっぱクリーパーというキャラクターを使っておりますので、まあ、マインクラフトでね、あんまり著作権がうるさいとか聞かないです。むしろ多分全くないと言っても過言ではないと思うんですけど、やっぱね、何かあるといけないからね。まあこう、僕もね、だいぶおかげさまでアカウントも大きくなってきまして、登録者もいっぱい増えてきました。で、僕は過去に動画が200本消えたというね、ことがあったんですよ。まあそれは全く著作権とか全然関係なくですね、あの YouTube 側のエラーで消えてしまったっていうのがあったんですけど、そういうこともね、あるんだなとね、僕はそこで知れたわけですね。だから逆に、まあ僕は悪くないんですよ、あの動画消えたことに関しては。なんですけど、まあこういうこともあるんだなというのを踏まえた上で、もしものことを想定して今回オリジナルのね、アイコンに変えさせていただきました。だから突然この YouTube のアカウントをバンされても、お前がね、俺たちのゲームのキャラクター使ってたやろって言われたら、こっちは何も言えないわけですから。だから、まあ、とりあえず今回アイコンだけは変えておこうということで、アイコンもヘッダーも著作権に触れないフリーというかオリジナルのキャラクターとデザインにさせていただきました。なんて言ったっけ、2つ目なんて言ったっけ、著作権となんか主な要因が2つあるとか言ったんですけど、ああ、そうそう、マイクラやってなかったですね。そう、マイクラ僕は、前ちょっとやったんですよ。昔ね、夏休みぐらいにちょこっと動画出したんですけど、村人の自動畑システム的なものを作ったんですけど、あれが重くなりすぎて、あのワールド開けなくなっちゃったっていうね。まあ完全に自業自得ですね。だから、またそれで新しいワールドでやってもさ、お前いつ、街が発展していくのみたいな。前回も結構家とかうまくできてていい感じだったんですけど、結局発展していかないんで、まあ、やっぱね、マイクラ時間かかるんで、僕もそうだな、その長期休みとか土日にしかまともにプレイができない。で、編集もすごい時間かかるんで、本当に不定期になっちゃうんで、落ち着いてね、動画がいつも、いろんな方がね、マイクラ毎日出してると思いますけど、いろんな方みたいに毎日出せるぐらいの余裕ができた時にちょっと始めようかなと。まあその時にね、マイクラ界がどうなってるか分かりませんけど、まあいつかはやろうかなと思ってます。ということで、アイコンを変えた理由が、主な理由が著作権が怖いのと、あとは、まあ、マイクラ全然やってなかった、まあ両方同じような感じの理由ですね。はい、で、続いてですね、まあ無愛のアイコンがね、その僕がパズドラで貴族性を使ってるっていうのもあって、クリーパーが緑色なんでね、イメージが強かったらしいんですよ。まあでも僕はこっちも気に入ってます。昔のも好きでしたけど、こっちはこっちで好きです。僕が描いたわけではありません。一応描いてもらったアイコンでございます。一応ね、僕がこれモチーフなんですけど、もう全然面影がないですよねこんなイケメンじゃないですよね。
まあ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 ちょっと僕がねかっこよくしてくださいっていうその何雰囲気もね、あのだから服装もなんかこのジオングみたいな服着てますけど雰囲気をかっこよくしてくださいって言っちゃったのも多分あるんですけど、まあこんな感じのアイコンでね、まあこれ完全オリジナルなんで著作権とかも何もありません。まあこうアイコンをね、なんでこう自分の、まああんま似てませんけど自分の顔にしたかっていうのはそのうちわかると思うんで、まあそこはあと数日もすれば判明することだと思うんで、一応ねこう書いてもらった、まあ、僕モチーフのアイコンです。結構ね前のアイコンの方が114,514倍良かったとかねコメントで見ますけど、まあ、前のが良かったこっちが良かったっていうのは人のね自由なんですけど、まあデザイン学校に通ってる身としてはね、やっぱり一つ一つの絵をね僕は受け入れてほしいですね。今回から変わりましたので把握の方よろしくお願いします。しばらくはね僕も皆さんも違和感あると思いますけど、まあこっちの方がさコメントしててもさ、なんかコメントしやすくなったんだよね。逆に他の人の動画とかにコメントするときに、あこいつマイクロアイコンじゃんと思って押してマイクロやってねえじゃんってね、そう詐欺っぽかったからあんまりねやりたくなかったんですけど、まあこうすればねもうなんだろうなと思ってクリックして、あパズルやってる人なんだってなりますんで、まあ、僕的には今回良かったかと思います。ということで、アイコン変更の、まあ、賛否両論あると思いますがまとめ動画ですね、なんで変えたかとかそういう理由をまとめた動画でございました。まあアイコンはしばらく変えないと思いますけど、まあこんな感じアイコンねポンポンツイッターとかのように変えてたらね全然あいつどこ行ったあいつどこ行ったみたいになるんで、アイコンは変えませんがヘッダーはちょこちょこ変えたりするかもしれません。ということで以上ナッチでございました。バイバイ。